笑ってんねんお前。はぁ、すじゃねえ、暴走ベビーカーやってね。なんや、立ち方も変やし、赤ちゃんかわいそう。びっくりした、やばい、今のヤコウ君今2メートル飛んだね。吹っ飛んだよマジで。話ちゃうやろ。何の話があったんあれ、なんか見られてる感すごい。絶対フード男やろ。フード男視点、見バレと言えバレしてる。なんやねん、そんな可愛いのこの子。からん、可能性あるね。可愛い。あ、裏からもワンチャン入る。まあ、正しい出勤方法やねこれ。なんかっぽいよね、うん、どう見てもバイトっぽいよね。今まで律儀にさ律儀ではないよ、律儀は裏や律儀に正面からさ、正面からバイトくれちゃうもらえんから船橋まだシフト立っとんな。船橋ませるんちゃう。おい船橋、あれ、あ、ノー船橋、今日はノーゼロオペやったやんゼロオペやって今来たの。いやいや、なんでゼロ、おかしいやろ、この手の店でゼロオペ見たことないぞいや、どの店でもないやろ。なんでセルフリ、うわぁ、さっきおらんかったやん。いやねー、おい、これ、え、初の投資会な。閉店までのシフトなの。前まで閉店までシフトやったやん、うん、いや、すごい意識高いのよね。仕事に集中とかある、そんなバイトで集中しろ、喋ろや。お前なんか誰も興味ない好きなんちゃう逆に。小学5年生のこんなこと言うやつ。あ、でもなんか俺が助けてやる。ああ好きやな、こいつ。で、ドアの取り方、ほんですぐあれやろ、一番裏入る、裏こもって監視カメラ見てんねやろお前こいつ絶対なんか横領とかしてるわ。怪しいな、こいつ絶対。まずシフト入ってないしな。あ、なんやねん、またフラペチーノ作らなあかん日々が。あ、女子高生来た。もう女子高生怠れやすだこの店どういう基本的にもう3人やで、もうおるおる。チャンネル頼んどいて。レミ、マユミ、シナモンドロ、チュロスとコーヒー、ホイップ追加で。楽しさな、死ぬよ。キャラメル、どっち？ちょっともう作っていいですか？なんやねそのお姉さん決めるシステム。めっちゃある。いいね。ラスト。コーヒープラスホイップクリーム。できたよ。はい。よし。もう来んなよ。安牌の客やん。もう来んなよ。トイレ長。ほんまやな。あ、来た来た来た。今お金返すね。あ、なんかまだ来た。あれも初見か？新規か？今のも新規しか来てないよね。あ、いや、これ新規新規。なんかあれ買おうとしてる。豆だけ買うパターンです。ま、右の方なんかおる。なんか来てる。なんか変な、バグってる。ま、動きおかしい。あ、たかしちゃん、これ。なんか見て、あー、あれなんかやばい人っぽかったよねって言ってる。とこ違って、あ、痴漢的な。あー、なるほどね。貝。貝や。ラナテを一つ。カイヤっていう名前、川崎以外で見たことないな。確かに。270だ、無理よ。この手の店で値引き、割引きの人おらんで。鼻息やばかった人ね。ちょっと忙しいわ。やばかったってなんか怖くなかった。なんで？ねえ、アキラ？なんで？今もいんのかな。私でないとどうしよう、怖い。でも、なんやねん、その、さ、ねぎる傲慢さはあるのにさ。人に、ひど、何ひどかった？こんなやつおる？なんか注文にまで文句言ってるで。警察に言った方がいいような話やんと、ちょっと流してたわ。こんな俺、なんかすごい、もうクロストークしてるわ。うん。変に言って恨まれても怖いし。それを読んどくわ。まあ、ただの変な人ってだけかもね。頂戴するんかいな。霊感？時々いるじゃん、変なやつ。うわうわうわ、急に立った。お前ら、カバンはい。
車で帰ったらめっちゃおもろいな、女子高生。おもろいな。時代変わったなって。結局何注文、あ、注文やな、オーダー、オーダー、バニラだって前、気楽ちゃうから。なんで最後嫌味一言言ってくれんな、おかしやろ。ワンオペ舐めるな、ワンオペを。ラテ、これはもう初手で作ったからね。ですね、ホラーとそのクッキングシミュレーターの要素を混ぜ合わせハイブリッド型のホラーゲーム、うん、確かに。お前何やったっけ、何やったっけ、なんかしょうもない。バニラだって、バニラだって。オッケー、これ持って帰れ、もう来んなよ。アキラ、いいやつやけど。ああ、お前下心丸見やぞ。ああ、人の、女の子の前で。そうそう、ほら、なんか、フォーンってなってる。なんかね。あ、あれか、テーブルが汚れたエフェクトか。あ、なるほどね。安っぽいな。なるほどね。さあ、もう帰ろう。てか、船橋はさ、何？めちゃくちゃ偉いポジションやん。バイトに集中せえと言ってたの。なあ。テーブル拭くだけでゴミもないんやな。なんかやな。やむ女子高生がむちゃくちゃ片付けずに帰る。ほんまやな。ひどいで。まあ、ほんまに。これさ、予想なんやけど、また写真落ちてんちゃん。え、でも今日はストーカー来てなかったやん。いや、来てないのあるっていうところがミソよ。あ、なるほどね。いや、知らんけど。とか動画とムービーとかさ、あるわ。ムービーが落ちてるってなんやねん。QR コードでもあるんかよ。あ、なんか雪降ってきた。おお。あとなんかさ、変な音せへん。いや、してる。ウィーンって言ってる。てか、いつもやったらさ、これでもう帰れるくない？帰れる。一回外出んねやっぱ怖いから。恐ろしい街やで。すぐ帰ろう。なんかタイムカード、なんかバイン言うてるわ。タイムカード切って乗せへんわ。なんか謎解かなあかんわ、ブイーンの音。ブレーカーかな。お、一生開かへん、もう気になるわ。なんやこの音。あ、電子レンジや。あ、ちゃう、スピーカーや。監視カメラを見る。なんかこの、うわ、なんかおるがな。なんかこいつが映ったらこんな爆音なんの。うんま、しばきに行こう。ちょっと何してくれてんの。どこや、あ、あれどこや。いや、裏やろ、店の裏やろ。ちょっと営業妨害訴えますからね、あなた。別に営業妨害はしてないと思うけどな。あれ吸ってない、逃げられたな。あ、なんかある。なんかある。でかっ。不気味な文 章。あ、ドライブスルー。ドライブス。これ大枠必要。窓、うん、で貼り付けて。初めて会った日、そう、あのチラズで。このチラズね。じゃあ僕に笑いかけてくれた一輪の花のように。あのとか知らんから。彼女を思うだけで胸が高鳴る。こんな気持ちは初めてだ。今日もいつものように周りを照らしてんだろうか。すごい褒めてくるね。もうまあラブレターやね。まあでもポジティブだね。うん、結構。めっちゃなんか早い音する。虫、12月そんな虫おらんで。何これ、またミルクや。写真に見る、あ、見て、写真になんか首刺さって、首ってドライバー刺さってる。なんかリンゴ、これリンゴやね。この白いの何、痛い、これなんやろね。これミルクやね、これうちのミルク。船橋じゃない、こいつ持って帰ってるかな。やっぱ船橋がさ、ストーカー説は。あ、来た、バー、どうしよう。はっきり言うべきやで。もうちょっと待って、まだまだちょっと早い、早いですって。あ、なんか、あ、なんこれ、ちょ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 、あ、扉か。どうしよう。 あれや、入れられてるやん、ポストに。不気味な文章は。彼女のことを一番よく知ってるのは僕。お母様やお父様の次にかもしれないけど、そのうち本当に一番になるよ。ちゃんとお父さん、お父様、お母様ってちゃんと言えてるね。彼女から話しかけてくれた。いや、接客や。僕の携帯を拾って、あいつか。私に来てくれた。やっぱり僕と同じ気持ちだったんだね。僕たち両思い。今日は付き合った記念日になるね。ふざけんな、てめえ。これ乗ってんじゃん、車に。吸い倒やん、もう。いやわ。一番怖いですね。一番怖いやろ。じゃあ、あの、フードかぶってたやつがスマホ落とし男か？あれ？ちょっと待って、ボンさん。俺の説が立証されそうなってる。なんで、なんで？理由説明して。壊れてるやん。すごい白。大爆発寸前やん。早く逃げた方がいい。ちょっと
バカするわ。バスかよ。でもなんか女子高生がなんかバスにヤバいやつが乗ってるみたいな話だったよ。なんか電車かバスかね。うん、あ、電車か。怖いわ。もういやいや。思ってたもん。ベビーカー気をつけてな。もう怖い。ベビーカー来るから。ドーン来るから。一番怖いベビーカーが。これか。いやー、車で行こうぜ。うわ、バス、うわ、怖。バスの運転説ない？説。いやいや、ない。わからんけど。うわ。乗ってくるんちゃん、やばいやつ。うわ。フード来る？いや、あいつな、目があっただけで付き合った認定してくるからな。フード来る？認定甘いよね。あの、これ、え、大丈夫？これ。これ違う違う違う。違うな。お、サラリーマン。これな、一瞬バグったわ、サラリーマン。探偵に連絡しよう、探偵に。あっせや！もう探偵はカフェにや。え、でも探偵がストーカー説あるからな。あ、来る。うわ、ちょっと怖っ、こっち見とるかな。ええー、やば。やばいやば。これが女子高生が言ってたやつかな。やっば。えぐ。やばいよ、ね、みたいな。あれ見とんねん。言ってたやつ。前向け。こっち見んな。いや、怖いですよ、もう。何このシーン。あ、終わり？終わった？終わった。着いた？なんか変な音してる。耳鳴り？広っ。めっちゃオープンワールド、急に。あ、行かれへんわ。こっちか。え、こんなに見この耳鳴り。わからん。ん？あ、これあれか。店か。そうそうそう。なんか白すぎて。気にしよう。あれ、自分の車止まってない？え、マジで？うわ、やばっ。おかしい。いや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 、もう鍵パクられてるやん。やばいです、やばいです。犯罪です、これは。普通に犯罪やな。普通に、普通に犯罪ですわ。船橋か。船橋、おい、聞いてくれ。船橋、船橋。でもここから出てって戻ってきたらおるから。戻っておるから。おるか。おら、船橋ちゃん、ご必要な。ここか。あれ？船橋。ちょっと待って、ゴミ箱。ちゃうか。2分の1。ゴミ箱。ゴミ箱。ゴミ箱？うん。え、ごめん、え、何が？ゴミ箱行って。ゴミ箱？うん、ほらほら。これ先輩？あ、ちゃうか。なんか黄色に出とったから、あれと。あ、ゴミ箱として。ゴミ箱先輩。マジすごい高等なディスよな。ゴミ箱に向かって船橋先輩にしゃべる。あ、あいつゴミ箱ちゃうか。船橋先輩脱走してるやん。あまりに遅刻するからもう嫌だって。ちょっと死んでんじゃん。あ、トイレ。あ、トイレか、お前。うわよかったな、今日やってて。でもさ、今日、なんやねん。トイレまで探しに行くのだいぶおもろいけどな。なんやねん、お前やろ、驚かしたの。お前や、仕事してないのか。ちゃんと鳴らしとうかな、お前。あ、ね、お前しかもさ、お前口だけでお前マジで何もしてへんからな。ちょっと、あ、なんか電話鳴ってる。あ、ドライブスルーや、初の。しかもなんかバックみたいな、普通。それは嫌。それは嫌。あ、もうオーダーが。めっちゃ頼んでるやん。頼むやん。覚えられへんねんって、こっちは。スコーンと、スコーン。食べ物はスコーン。あ、スコーン2つ。スコーンかけるね。変や。キャラメルマキアートもかけるね。なんだろ、ま、ミスちゃん。オーダーミスやろ。じゃあ。ありゃ、まくんなよ。早っ。すごい。事故ってるやろ、絶対。ああ、なんかいる。ちょっと、注文、一人ワンオーダー制なんすけど。あ、もうあれか。頼んでんのか。え、おらんかったやろ、あんなやつ。え、でも、あ、ないしな。え、どうしよう。あ、なんか来た。おばちゃん。安心やな、なんか女の人来たら。確かに。このワッフルとこのワッフル。めっちゃでかいし、あいつ。肩幅すごいな。え？怖いよ。あ、でも魔除けやから大丈夫かも。めっちゃ効果あるらしいから。いや、もうスピリチュアルすぎるって。ちょっともうこれでも、しかも通販やで、しかも船橋寄られ寄ってくる。なんでいっぱいあんねん。まあ
それさ、その魔除けとか通販で買うのすごい効果なさそうやけど。そうなんよ、今ならなんか9800円って嫌やろ。あ、でもこれ大丈夫、いけるいける、よしよし。あ船橋先輩のとこに死ぬやつ即死やで、それなかったら。ワッフル、ワッフルってアメリカンワッフルのことでいいんかな。あれ見たらオーダーも取って OK、来たよし、オーケー、持ってけ、僕のやつよ、僕のや名物店主やろこんなに出したらでもそういうのってあんまりこういう店でないからおしゃれな店であんまりそういうのないね、僕のや、口の悪いのが名物なタイプの早いわ、早っもう打ちたいよ、コーナリングエグかったぜ、今また来たで。さっきの座って書いたのデカ男何やったんや、ほんまにマジでデカ男。あ、女子もう安心やね、女子は、女子はね、セーフティーなのよ、うん、すごいセクシーなの、女性店員はもうそんな気分なのよな。いや、ほんまに大変と思うわ、すごいね、アイドルが相当かわいい、アイドルに言われてる、あ、これはね、あの嫌味です、完全に。なるほどね、そうそうそう、あ、私アイドルやけど嫌なやつですわ、なんなん、こわっ、出たソルテッドキャラメルモカなんたらもう来んなよ絶対帰れ、よし今日も帰らせて、覚悟、もうありじゃない、大体、うん、この店持ってる、ほんまに大丈夫、もう掃除して終われちゃうの、ちょっとあいつの運転スキルのとこはいや、まあ、ちょっとマシや、さっきのおばはん、うん、PS 高かったもんな、あ、また来た、あ、まだ来るな、やばい、次男性や、男性はもう大体ストーカーやから、いや、そうな、探偵、探偵のさ、番号とかなんかあれ、一回屈伸したな、何今の、いや、なんだ、裸やん、なにこいつ、これ、いや、キモっ、キモい、キモい、キモい、なにこれ、なにこれ、エガちゃんや、探偵じゃ警察や、こんなもん、あいや、こいつ、え、今日寒いね、キャラメルあ、でもなんか明るいやつか、ほうれい線や、なんやこれ、これ下行ったら多分あれやな、不登校になるパターンや、あー、じゃあ上か、優しさ、うん、あ、なるほどね、警報警察呼ぼうや、いやでも警報でちょっとこっちのなんか賢さアピールしようか、強っ急にひろゆきみたいな非常識な声ですよね、その場合薬物の使用を疑われますよね、すごい言うやんお、いいよいいよ、よっしゃ撃退、帰れ、 お前はほんまに来んなもん絶対に靴履け、ほんでこれ誰やな、オーダー一つ回引いてきた、いや、そう、でかい、よしよしよ よし、トイレ掃除ゴミ出す、一旦これ船橋が多分ゴミ用意してるな、あいつほんまムカつくわ、うん、ゴミだけ用意しやがって、お前が捨てろ絶対に絶対に、すごいゴミまで白いわ、さあで何だっけ、床、トイレあ、トイレか、あ、じゃあトイレ掃除なかったな、アイテム、そうそうそう、船橋が汚しようか、いや、これほんまマジのワンオペやな、マジで、いや、ちょっと開ける、怖いけど、まあ、開けるか、はい、あ、トイレットペーパーになんか出てるな、あ、ほんまやね、あ、うん、そうっすか、あんまり、どうでもいいな、あ、絶対あるやん、ここに、あ、あったあったあった、マリロールシングルが、んで、でもあのさ、スマホ男があれなんかっていう、あ、オッケー、いや、閉めたかよ、あれでもいつもはさ、ここで帰れんのに、そうやね、だから前のパターンや、また監視カメラ見なあかんパターンや、おらんな、いや、もう、うわっ、あー、もう怖い、あー、赤いのついたよ、え、なにこれ、
うわ、え、怖っ。え、え、なんかいる、なんかいる、何、何、早く、早く注文、早く注文しない。1分30秒以内に。ちょっと待って、無理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 。お前、ラッテ、あ、一番簡単。え、何、何、早くラッテ頼む。え、ちょっと待って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 。待って、何、急にデスゲームや。何これ、ちょっと待って待って。1分30秒以内に頼む。何だっけ、ミルクやんな。ちょっと教えて。ちょっと待って待って。いや、俺ほんまに動いてない。え、ちょっと待って。ラッテは簡単、ラッテは簡単、ラッテは簡単。何？急になんかデスゲームやん。何これ。流行ってるけど、確かに。やば。こうだ。何これも。ステッカー。持ってる持ってる。何もこれ、名探偵コラの犯人やで、完全にこれ。じゃあ、半沢さんやん。うわ、まだおるし、ほんで。もう一回オーダー取らない。動かない。動かない。ちょっと待って。でもめっちゃ来る、めっちゃ来る、めっちゃ来る。何？ラテ、ラテ6か。ラテと、ラテ2個、ラテ2個。ラテ2個、はいはい。ダブルですけど。ダブル。あと何分かわからん。それが知りたい。あと30分くらいしかなかった。マジで？やば。どうなの？知るってこと？知るやろ、それは知るやろ。ちょっと待って。罰重ない。今までこんな真面目にやってきたのに。ちょっと待って。どうしよう。あんなに俺大爆くやったのに。あ、何のスキルも活かせてないよ。じゃあ、さっきミルク取な。ああ、ごめんごめん。さっきの、さっきの。あと何秒、あと何秒。ほら。デスゲーム、なんな？全然趣旨ちゃうな。持ってけ。間に合ったやろ。え、あとやばい。終わった、終わった。ゼロ。あ、爆発や。ごめんなさい。あの巨大時計なんやねん。誰が用意したん？ストーカーとかいう問題じゃなくなってるやん。ごめん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 。絶対間に合わへんしよう、待って。どうしよう。何この、誰、ふざふざかしてんの？でも、ありがたい。気温まで書いてる。2度やって。気温書いてる。なんで？まあ、あの部屋に入るか。いや、ブレーカーやろ。あ、そうか。いや、もう入らん。あの部屋入れる？おい、船橋マジ出てこい。帰れる？いや、開いてないわ。閉じ込められたで。ちょっと暗くてわからん。ごめん。ごめんなさい。もう、迷いました。あ、ここどこ？そこ、まっすぐまっすぐ。ドア開けて。これ？あ、閉められた。あのね、開かないっすわ。閉じ込められた。終わった。今まで、当店。知らずカフェは、今日をもって閉店となります。長い間ご愛顧のほどありがとうございました。もうなんなん、もうビデオが光ってるわ。もう外出れる。なんかもう怖い。変わって、もういいや、無理。あー、きしょい。あのドア、おい、船橋出てこい。でんめ。じゃあこの中になんかあるんじゃん、部屋の中に。あ、ヒントが探そう。なんか落ちてる。なんか待って、こういう時の、あ、もうアイテム捨てんかったかった。意味ないの。はぁ、ざけんな、マジで。開けろよ。なんで閉じ込めて何がしたいねん。あぁ、なに、あぁ、船橋出てきた。ロフトで目覚めた。家でもデスゲームかいな。夢やったんか。あ、夢か。めっちゃ怖い。家を生きてたの、あんなタックルされて。にゃっへっへっへって言ってたね。言ってた。うん、見てなかった。あ、やばい、またストーカーしてんや。最後のあのデスメニュー、デス、あのオーダーなんなん。デスオーダーなんなん。いや、わからん、マジで。ほんで、なんで助かった、あれで。普通にどうやって家帰ってきたの。わからん、もう。ああ、もう待って、トイレチェックしよう。いや、マジなんなん、さっきの。ああ、そう、あ、雪じゃないね。え、何これ。え、雪か。あ、雪が残ってる。変な雪の残り方。いや、変よ、もう。いや、もう全部変なのよ。何これ。え、ビニールですか？何ですか、これ。残りすぎでしょ、雪。車もパクられとったしな。いや、そうなのよ。
やりたい、もうやりたい放題こいつら。勝手にデスゲームするし。いやデスゲームマジ怖かった。しかもデスゲーム始まってちゃんとだって作ったしね、対応したでこっちとしては。え、なにこれ、どうしてんこれ。ああ、なんかさあ、ちょっと裏から入るの怖いから今日は正面からいきます。正面突破します。いや船橋マジ気象。船橋出てきてない。船橋許せん。ん、何の音や。なんか音が違ういつもと。あ、救急車かな。あれ、俺の携帯。あ、そう、もうそのまま帰ってきたからさ。あれよ、あれ、こんなはしごあったっけ。あったか。この部屋なんなんマジで。え、客を待たせてる。あ、ごめんごめんごめん、そらすまん。あ、探偵じゃない。やっぱり何かあると思ったんだ。よくぞ、あ、連絡したんや。うん、警察を呼んでもらうだ。あいつらは面倒事を嫌う、適当にあしらうのがオチだ。だから私のような人間が必要になる。すごい。ちょっと店の前に見てくるよ。え、サイバリオみたいなセリフ言うよ。あ、なんか、え、てか奴らはなんちゃらって言ってたからさ、こいつ探偵やけど実はなんか霊界探偵。え、あ、浦道祐介。だってなんか警察呼んでも無駄だみたいな、 あいつらは厄介事みたいな言ってたやん。言ってた、絶対霊界探偵。こいつなんか首、ええ、なんか名古屋巻きや。あ、そうか、名古屋巻き。誰がわかんねえ、そんな古いやつ。もうめんどくさい、頼むな、もうラテのみにして。うん、忘れてるな、こっちは。出た、ソルテッドキャラメル。でもあれか、まだデスゲーム始まるから、うん、その時予行演習なんや、だから覚えなあかんねや。やばい、デスゲームでさ、ソルテッドなんちゃら来たもん、最悪。ホワイトボード見とばいちゃうね。あー、死ぬって言いながら。デスゲーム、ホワイトボード見ながら。撮影？あ、そうなん。なんで？撮影？え、もう出た、そういうことか。さあ、デスゲームとか意味不明なのありすぎてさ、うん、ストーカーが怖くないよね。確かに、あのデスゲームほんまに怖かったな。でもやっぱ気温2度入ったんがやっぱ気になるわ。確かに、いらんもんな気温。さあ、ちょっとソルテッドもなんたらもかを水に一回作っといていい。オーケー、こうでしょう、うん。で、もう一個ダークモカチップラペチノが、これもやばいな。いやでもパニックなったらな。マジどういうゲームなのか分からんくなってきた。だからやったっけ、ザ・コンビニと、うん、クッキングシミュレーター、とオーバークックと、うん、デスゲーム。なるほどね。だからそっち韓国とか入ってくるじゃん。あ、なるほど。最後ゾンビとかイカゲーム要素。そうそうそう、あれで終わったよ。で、返したから。まだ来るやろ、客。あ、来るか。ああ、来い。あれ？そのためにこんな客を裁かしとんか。いや、そう、やっぱデスゲーム始まるから。閉店事件、全然閉店っていうもんね。あ、ちょっと待って！やばい、これは。あいつ来た。こんなもん。あん時の。こんなもん。これは恨みを返すとき来ましたよ。うん。こんなもん。便所の水入れたれ。ちょっと組んでいきますね、言うて。無言で注文を出しやがったこいつ。マジかお前。ため息とともに。あ、ソルテッドモッカキャップなんたらや。出た。なんかうるさいなこいつ、さっきから。うん。あ、いけた。帰れお前。こいつ。来んなよ絶対。確かに。お前はほんまに来んなよ。なんか鳴ってる？聞くってか、探偵押さない。もう死んでんじゃん。探偵なんか何しに行ったん？なんか。店の周りを見てくるよ。ああ、死んだな。それが僕の仕事だからね。つって。しょぼいな。また来るよ。どっか行ったよ。それ誰やったっけ。ダイヤ。もうマニアックやねんネタが。スカウトなんでだから。そうそう、また来るよ。おナス食べたとこ悪いね。客
ックも出してるっていう客いないですけど、マジで。あ、これは安心安全の人ね、多分。初見かな、なんか見たことある気もするけど。見たことあるね。マチコ、初やな。ああ、ごめんごめん。いや、初めてやがな。オーダーステッカーで。やっぱめっちゃこれ作らしてくれやん。もう一個、もう一個。あ、マジで3つあるか。はぁ、それって言ってキャラメルみたいな。まずあんこバターサンドからいくか。キャラメルソルトなんたらなんたらってほんまめっちゃ出てくるな、うん、人気。この看板メニューやな、この店多分。お店のいや、ほんま俺スタバで働けんちゃうかな、うん、なんか履歴書書けるもんな閉店事件クリアしたんで、多分即戦力で働けると思います。あの研修とか入れますよ。よし、もう来んなよ。なんや、忙しいね、こっちも。え、アンテナは、マジかいな。もう、あ、でも探偵の可能性ある。あ、確かにね。探偵屋上にはね。マネージャー、マネージャー、マネージャーは死んでる。あのマネージャーもう死にましたよ。マネージャーは死んでるから大体。小屋で死んでましたけど、うん、マネージャー屋上見に行く。まあ行こうか。あ、なんかさっきさ、はしごあったもんね。あれのことかな。これ使うんじゃね。あ、でもまずもそのフェーズじゃないのかな。あ、待って、なんか、あ、ちゃうか。ああ、はしごを使った。よしよし、オッケーオッケー。探偵役立たんな、あいつ。何しに来たんや、ほんま。どこにはしご、あ、これや。なんか黄色い、なんか、ん、前ここか、うん、はしご置いた形跡ある。いやいや、あったあった、その黄色いとこだ。あ、ほんか。探偵かな。このあれあれやな、完全にバイオハザードやな。うまいね。降りる家、降りない。え、あ、あ、あ、え、え、あ、あ、あの部屋に降りれんじゃん。鍵閉まってる部屋に。なるほどね、じゃないこれ。降りよう降りよう。いや、ここからなんか変な音が出てきたからな。で、あの狭い部屋で2人。いやしさ、あと電気ついてなくない。あれ、あ、やっぱそうやろ、あの部屋や絶対。え、あの部屋やって、あの部屋か、うん、あ、なんかさっきの牛乳がほらミルク部屋や。散乱した牛乳があったよ。なんかリンゴじゃないこれ。バナナ。さっきさ、こんな部屋あったよね。あった。あの、こんなムービーあったよね。あのドライバーで写真撮ってる部屋、うん、店を閉めるね、16の0。ちょっと待って、デスゲームじゃんこれ。またデスゲーム臭いな。何これ、ドアを、え、ど、ドア、え、どこ、ここドアのあるの、ドア、ドア、ハッチと、どういうこと。まあいいや、開けてみよう。開けようか、うん。不気味な音がしている。あ、あ、このさっきの部屋な。あ、オッケー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 。なんか不穏な音してる。なんかいっぱい触れる。せ、なんか、え、棚下ろしせなあかんの、もしかして。絶対わへんて、俺めっちゃ捨てまくったもん。これ何、棚下ろしはきついな。きついよ。製品、何これ、何製品好き、何これ、何製品スキャナーって。初めてのことさせんとって。あ、これはスキャナー。え、全部回収するの。あ、閉店の時ってこれ全部回収してたんや。あ、そう、実は閉店じゃなかったからね。あ、今までやったのは俺ポーズやったんや。この場所ですよ的なもんじゃない。ちょっとでもさ、16分の0で進まへんねんけど。なんか閉店作業っぽいね、うん。で、あと掃除かな。もうさ、全く進んでない。そうなんよ、16分の0。なんで、ただ1000円持ってるただの女性ですけど今。店作業がどれかわからん。大変やね。あ、ちょっと待って、表にあったわ。え、そのカウンターの裏が、そうそうそう、一
じゃあ表、そうそう、客側から。ああ、食い物か。あ、数える。あ、これ製品スキャナーじゃん。ああ、やっと16分の1。お金をなんたらって何やったんや。お金はどっかに入れたら正解。金庫かな。うん、閉店もし音楽ないのか。待って、その人のお金かなえるやつやこれもしかしたら。確かに。だからお金。あ、捨てるんやこれな。捨てなかった。お金。アナログやん。で捨てるんかな。多分ご用意してたんじゃん。あ、このままか。そやな、普通にもらおうかな、たぶん。と、捨てるの得意やから。どんどん捨てましょう。多いなぁ。あ、でもこれで16個やから。あ、なるほどね。これがほとんど。どんどん捨てましょう。なんか閉店の作業の時にこんな不穏な音楽流すのは違うと思うよ。確かにね。デスゲームぐらいの音楽流してるけど、カンマをクローズにする。 OK、 よかった、不穏なのが消えた。よかったよかった。えい、うわー、何見とんねん。我生きとったんか。え、これあれか、あのスマホ男や、スマホ男やな。まあ、拾ってやったやろ。オープンにしようか、女。そうやな、クローズになったら来たってことオープンしたら買えるかも。何やねん、やばいやろお前、怖っ、マジで怖い。何やねん。探偵は探偵、探、お前探偵、お、おらなったで監視カメラ。あ、せや探偵、探偵はどこ行った？お前探偵やられた？弱っ。探偵キルされた。どっかデスしてんじゃん。あ、出た。それは何だ？何？犯されてる？レイパーやん。え？あ、かった。あ、逃げなあかんの？あ、終わりじゃないの？マジか。そういう感じ？あ、そ、なんかほんまに倒さなあかん感じ？ぽいね。マジかいなぁ、もう。知ってたもびっくりするわ、これ。どうしよっか。まあ、でも、キルするチャンスとやな。どうする？上かな。でもさ、あ、上ね。まあでもどっちにしろ降りるだけやもんな。まあそう、 どうしようかな。一回でもあの部屋行ってみる。でも分からん。あ、これこれ、あ、あ、うん、撃破してきますわ。おー、キルできるやん。でも心、行こう、これで行こう。でも心細いな。いけるいける。これも誰かな。連打連打。そう、シュ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 。せえな、ヘッドショットするわ。うん、いったんこれドライバーで。でもこれ持って出たらいけるか。うん、そう、絶対そうやと思う。あれ、はしご、はしごじゃなくて絶対ドライバーの方が強い。そっか。いや、一回これでいこう。すぐ戻ってこれるし。あ、ちょっと、ちょっとやっ、無理だな、ちょっと。今ね、怖すぎて固まった。あはは、ふってなって連打せない。連打か。どうしようもないよね、これ。ないのよ。あ、携帯ない。携帯パクられてるやん。マネージャー、やっぱ死んでるやん。いや、携帯パクられてるだけ。どうしよっかな。まあでも、でもまあまあまあ、一旦この部屋のさっきのアイテム、ドライブはなんか意味ありげやったもん。ドライブは弱いな。なんか、なんかさ、なんかどっか開けて、いや、まあまあそんな気はするね。うん、はしごは取れるけど、はしごでどこも上がられへんもん。あ、はしごで一回上上がれるやん、さっきの部屋戻って。あ、そっかそっかそっか。ちょ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 、そっちじゃなくて、こっちから、この辺、この辺、閉めようか。
閉めたら閉めるマークする、開けるマークする。なんかだってこの部屋ってだってはしごで。え、まあそうだけど、ちょっとちゃうんだ。ちゃうっぽい気がしてきて。あ、なんか光がさ。ちゃうっぽい気がしてきた。めっちゃ怖い。でもあれ絶対逃げれへんもんな。あれ逃げるんかな、まっちゃん。どうも。逃げてみよう。ダッシュで一回行ってみる。ドライバー持ちながら。もうめっちゃ怖いんですけど。点点点。ダッシュがドライバー持ってさ、一応ドライバー持ってあとダッシュできるかなあれ、走ってどうして車乗るか、うん、逃げ回るかどっちかやった。うわーああ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 あショットガンとかないと圧勝やショットガンとかないとあかんでしょ。クローズでビビらせに来たら急にショットガンパーン、 AK とかさ、ロケランとかさ、どうしよう、わからん、もうポンさん無理、俺もわからん、もうあいつめっちゃ早いもん、めっちゃ向こうをじらしてくるやんってなるやん、無理やねんって、もうめっちゃ早いねん。いやわかる、別に、違う遭遇戦レベル一回出る？あ、ギリギリマスター行く？俺もう、あ、怖い。え？来ない？来ないね、これぐらいと。あ、まだ判定食らってないね。あ、わかった。牛歩。絶対違う。いや、牛歩やろ。絶対ちゃう。なんで？いや絶対さ、ドライバーでタンスは多分ないと思う。まあ、俺さっきやってみたけど全然もうあいつそもそもサスモーションないもんね。ないし、ドライバー短すぎて補給で作るから。いやだからドライバーでは何かに使うと思うよ。なんかネジ的な、だから鬼と一緒やな。そうドライバーを使う。こっちあかん、前で開けとくことで、ああこの敵を釘付けにするという作戦あるね。あ、そういうもうどこわからんわ。あ、なんか出てるやん。あ、プラスやこれ絶対、これ来たタイム、早く大丈夫で来るよ。来てる、なんか落としてる、早く、なんかどんどん入ってるごめんなさい。大丈夫、これ開けて目の前ほら、わからん、もう、うわぁ、ちょっと早く、もう、あ、開いたじゃん。開いてない早く、おっさん行った、目の前折れた、行ったんじゃない。早いかな。どっち？この横。なんか遠回りしてない。どこ？あった。これか。これ乗るの遅かったらやばいかな。分からん。行ったっしょ。行ったっしょ。運転はいらない。何？エンジンかからんパターンとかいらんで。開けられた。え？あれ？どこ？家か。あ、家の車やな。パーパー。家の場所バレとうからな。え、乗ってない？乗ってるよね？もう説立証やん。説立証でした。マジか。え、リトライ？え、あ、ダメなの？ダメやろ、死んだから。はしごかな、ドライバーでさ進めたってことは、はしごでもどっか進めるんじゃない。そうよな、絶対。てかこの上さ、だって はしごで下がってきたから、はしごあるんじゃない。電気つけたいよね。つけたい。これ上穴開いてない、あれ。そっか、ここだ、ここなんよ絶対。でそこの下とかにさ、なんかあ
正規ルートか。でもどっちみちさ、車乗ってんねん。いや、そうか、一緒か、まあ、思うけど。探偵は注文は、あ、でも来た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 、なんか今出たよね、選択肢。え、今左選択肢出てたよ。左、そのそのあれなかった、左左左左左、それそれ選択肢出てたよ。あ、お前レン、あ、ついに、あ、武器か、殺します。あ、いや、レンガレンガでえいっまあまあドライバーよりは強そうやけど。いや、これ殺せるでしょうよ、これ。ヘッドショットでしょうよ。あ、上からおる、そんな見える。これでもさ、でもさ、どうすんの、あんた俺たちしちゃうもんな。分からん。で、なんか殴るモーションある。でもさ、これ待って、でも登ったはいいけどさ、うん、殴るモーションないぞ。ないね。なんか、なんか登れてた。あ、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 生きた。え、え、探偵、やっぱ探偵死んでたな。おかしいもん、だって周り見てくるっつって死んでたってこと。探偵マジかいな、やられてまんがな。あ、奥縁歩ける、あいつおるんじゃん。ちょ待って、なんか、あ、車発見。でもさ、この辺で襲われたよね。確かに、いる？え、怖い怖い怖い。でもほら、あれ？おらん系？あ、いたー！こいつこんなとこでスタンバってましたね。お前や、ボム持ってる。あれ？落としてる。うー！勝ちやん、勝ちやん。半沢直樹倍返しや。エイム狙ってよ、ちゃんとエイムしてよ。行きます、はい、成敗します。死にさらせい。今までのルートとは違うね、確かに。これ勝ちルートや、絶対。ぐちゃっと見たか、死んだ、ほんまに。怖ないね、お前なんか。何のビビってたけどね。勝ったで、怖ないね。終わり、え、僕は終わったんちゃう。よっしゃ、キルした。あ、気づかれた。いや、全然、いや、悪くないよ。殺す、いや、殺すつもりでいいと思う。殺さんと、うん、ちょっと待って、デスゲームなんやったの。あんな練習して覚えたのに。ほんまに。疲れたよね。え、なんか、なんかでもさ、今心臓音してる。なんか今家でゆっくり休みたいな。怖い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 。やばい気がするな。あの男だから死んでなかったんじゃん。マジで。え、ベッドイン。絶対そうや。結局死ぬんやってこれ。絶対ピンポンのやつやんこれ。途中だったとみられ。え、何何何、怖い怖い怖い。貞子やん、これ。どういうこと。あ、貞子デジタルバージョン、井戸映るバージョン。え、何、大丈夫、てん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 、窓バーン破ってくるんじゃん。テーブルのケーブルがまた変になってる。オーナーいや、何だね、バーン来そう。もう怖いわ。これ絶対バーンってするもん、このもうバーンシリーズ。携帯スマホなくした。そうか、あのあいつが、あれ、ちょっと待って、もう無理なんですけど。そ、もう絶対バーンやって。どっち、こっち、うん、そうそう、ちょっと待って。そうそうそう、あ、出れるよ、ボートも。でも、もうもうそこやったバーンバーンやって、もう絶対そうやって。もうあいつだって生きとんねん、もう。またスマホで俺を釣ろうとしてない。そうそうそう、入る、あ、家の中ね。あれ、携帯は、あ、ベランダにあるわけじゃないんや。だからベランダから聞こえると外に、だから落ちてるんじゃない、スマホが。また、うん、レンガチャンスちゃん、これ。もうそれレンガ置いとかない家にレンガ通販で買っとかな。得意な得意な武器の一つやろ。でよか、絶対やばいやん。バーンやで、もう。いや、でも倒したから一回。いや、でもだって遺体がないんやから。いやいやいや、いや、怖ないやん。もう一回もう一回や、2ラウンド目や。あれ、あ、ちょっと待って、先のとこ落ちとんちゃう。
ランダ側がこっちじゃない。さあ今回次広いからな、倒したんだよ。広いから倒してない。あ、車ない。あ、終わった。車終わへん。これじゃん、携帯。え、してんじゃん。あれ、それじゃないの、違う。どれ、あれ違う。え、怖い、もう嫌や。うっさうっさうっさ。それじゃん、見て見て。え、絶対来るって。ドライブいける。ドライブちょっと待って、最弱向き。よかった、ドライバーってよかった。え、家帰んのやろ。なんやねん。え、あ、この扉やん、映し方に。うわぁ、キモい。で、確かにちょっと美人。確かにギャル系やけど。うわ、急に絶対助からんやん、こいつ。キモ、スマホキモ。なんや、レンガで倒したか思ったのに。いやー、ガチは知ってる、知ってる、実況者探す。サンキュー呼び知ってる。知らん。レトルト。いやー、面白かったね。面白かったね。だいぶ今回なんかドタドタ、あ、小島っていい、だいぶドタドタな感じで、なんか訳がわからんかったね。なんか言ったけど、やっぱそのオーバークックとか、うん、なんかデスゲームとか、そうなんかいろんなね要素があって、うん、面白かった。押せるかな、これ。押してほしいわ、こんなに楽しんでるから。確かに怖かった。いけると思ってんけどな、全然やったわ。全然やったね。すっごいビビってたね。まあそんなもんやろ、ホラーゲームって。最初の自信やめてほしいな。